態度。お、態度。さあ、オープニングムービーでは可愛い女の子たちと一緒に不穏な映像もたくさん映っていました、うん、どういうゲームなのか序盤のプレイを一緒に見ていきます。ゆうちゃん、この女の子は主人公の一人のミキちゃんです。ミキちゃん倒れてるよ。ミキちゃんは、うん、今足が挟まれて身動きができなくなっちゃっているってところからスタートしています。うわうわ痛そう。痛そうだよ、ピンチなんです。そしてストーリーが今、うんうんうん、テキストで進んでいっていますが、はい、ミキちゃんがさらにどういう状況なのかというのが、どういう状況なんだろう。画面とテキストで伝わってますが、これお水なんだよ。水がね、漏れてきちゃってるので、うん、早く逃げないと溺れて死んじゃう状態です。大変な状況だ。早く逃げてほしい。はい、ミキちゃんはどのようにしてこの状況から脱出していくのか、うん、はい、見てみましょうね。お、今状況とね、ミキちゃんのセリフなんかが聞けましたが、この中からね、アイテムを拾ったりしていくんですよ。で、そういったアイテムを組み合わせたりうまく使ったりして、この状況をどう打破していくのか。あ、拾ったドライバー。マイナスドライバーを手に入れましたよ。ドライバーで、さあマスコピードライバーを使ってどうするのか、アイテムの使い方なんかも今出てきましたね。開いた開いた。ドライバーを使ってうまいことこじ開けました。そしてヒント、そう、これがねとても大切なんです。実はね、元のゲームなんだけど難易度が非常に高いことで有名だったんですが、移植版ではヒント機能が実装されてくれたので、脱出ゲームが苦手かなっていう人もとっても遊びやすくなったんです、うん、これはいいね。ねえ、初めての人にもとっても優しいシステムだなと思います。そうだね。あ、ポーチを取り出したよ。お化粧ポーチ、女の子はみんな持ってる、うん、ねえ、このアイテムをどう使うのか。電気が流れてるんだ。危ないよ、電気が流れてる。水が溜まっているのに電気も流れてた。水は電気を通しますからね。そうそうそう、感電しちゃうよ。ドライバーで、ドライバーとポーチ、ポーチを開いた。ヘアピンかな、これは。ヘアピンが入ってたんだね、ポーチの中にね。ミキちゃんはヘアピンを見つけました。細いものなら通りそうだったよ。確かにね。これ何だろう。何かの装置を手に入れました。装置を手に入れて、ヘアピンを使って開けて、水にはもう電気が流れてない。あ、電気が流れる装置を外したんじゃない？あー、そっかそっか。これは金具を手に入れたよ。こうやってどんどんアイテムをね、探索して手に入れていって、あ、だいぶアイテムが集まってきた。どのアイテムをどこに使っていくのか。お、カチッとはめました。はめたらどうなる？どうする？マスコピーどうする？コード？コード下がった。パイプがある。パイプがある。移植版では、スイッチとスチームで発売、日本語、英語、簡体字、繁体字に対応しています。あ、感電しないようにした。はい、ゆうちゃんが夢中です。移植版では立ち絵やイベント CG の彩色もすべてリファインされています。おお。お。どうなった？今ね、抜け出せたよ。あ、本当だ、うん、よかったよかった。とりあえずこの危機的状況は打破した感じかな、うん、アイテムは単体だけじゃなくて、こう組み合わせて使うなんていうこともね、できるんだね。はい、頭を使って工夫を凝らします。おお。公式サイトも24日にオープンしたので、詳細はサイトでチェックをしてくださいね。ちなみにゆうちゃん、はい、D3P のウェブショップで買うと特典でブロマイドセット作ってよ。これは欲しいね。だってキャラクターの女の子たちみんな可愛いもん。可愛いよね、うん、本当にアニメみたい。 お早速これは
さっき出したなんかのこれはドライバーです。ドライバーと、さあ、さっきせっちゃん言ったアイテムの組み合わせですよ。ドッキング、バッテリーが開きました。すごいね。だろ、面白い。これでバッテリーをショートさせれば。みきちゃん賢くない？みきちゃん頭いい。お、チリチリってなってますよ。頑張れみきちゃん。火花を散らしてショートしました。そして今開いた。お、以前にもこんな場面があったような気がする。また来たのか。はい、こんな感じでストーリーがどんどん続いていくというわけです。ここからはね、皆さんぜひね、はい、製品版で楽しみにプレイしていただきたいと思います。はい、マスコピー見事な実機プレイありがとうございました。いや。